はい、こんにちは。グッディバルーンカンパニーの金さんです。よろしくお願いします。今日はね、プードルを作っていきたいと思います。ピンクをね、使っていきましょう。ちょっと空気を抜いて結びます。残す長さはだいたい15センチから20センチぐらいですね。はい、まずピンポイントでこのぐらいのところで、次作るところを軽く握ってあげると柔らかくなるので作りやすくなります。わお。ここで引っ張りながら回す。引っ張ると風船がこすり合いません。で、この輪の中に風船を入れていくんですけども、入れ方は下のこの輪をこう回転させるような感じ、内側に。そうすると入りやすいです、風船が。少し優しく下向きにしてプードルの顔ができました。今度は首を、作ったものは残った手のひらで押さえておいて、まず前足、これを横向きにして引っ張りながら回す。で、だいぶできてきましたね。この時に残りの長さを意識して、あと体と後ろ足と尻尾を作らないといけないので、ここで胴体の長さを決める時に考えますね。ここで一旦このぐらい残っていたら、体はまあこのぐらいでも大丈夫なので、後ろ足、折り曲げて引っ張ってます。はい、これであと尻尾で出来上がりです。尻尾を膨らませる方法は、人差し指と親指で軽く押さえる。ぴったし押さえると空気がいかないので、ぴったし押さえない、軽く押さえて手を下から上から包み込むようにして、こういう動きですね。これで押し込んであげる、上に空気を。これで膨らみます。もう一つ方法は、子どもたち難しいかもしれないので、口の中で空気を膨らましてやるとプードルが出来上がります。はい、今日はプードルでした。またお会いしましょう。